会話できないですよ、本当に。じゃあ、ヤマト君は会話できるってこと？え、うん。ちょっと、うん。今回からお届けするクラブアライブの企画は、普段は口にしないあれやこれの本音や経験談をさらけ出してもらいます。初登場の方も多いので、まずは出演者の紹介から。上昇アライブの、バクロ大会、よいしょ。メンバー紹介をしていきたいと思います。最近スーツにしてる、レンボーイ、レンボーイです。よいしょ。今日も明日も1年後も指名ちょうだいね。レッツゴー。あー、どうも。顔がもうそうだ。あんまり見せたくない。動画はあんまり厳しい。出なくてよくじゃない。動画はあ、そう、かっこいいね、僕。こんな感じだから、もう俺出たいですって言ってくれたんで。まあ、誘ってくれたら、まあ、はい、お願いします。じゃあ次ね、クラブアライブの、DJ 社長です。ミラクル B ブリタニアさん。ミラクル B ブリタニアさん、お願いします。お願いします。なんかミラクルきついな。ちょっと飛びそうな翔ちゃんです。よろしくお願いします。飛びます今日。それでは一つ目のお題から参りましょう。まあ、歌舞伎町みんな長いと思うんですけど、まあ、歌舞伎町も良かったところもあると思うんですけど、やっぱ嫌いなところってあると思うんですよね。歌舞伎町嫌いなところ。俺は好きですよ。俺は好きやけどね。俺は好きやけど、そういう俺は好きやけど、嫌いなとこ聞こうかなということで。僕ら蹴落とされる感じですか。で、どこ好きって言われたらね、まあいろいろ、まあここで積もる話あるけど、そう、今は嫌いから、今は嫌いなところ聞いていこうかなって。あ、シンプルに汚いなって思う。汚いって言ってもいろんな汚さがあるよね。心の汚さとか、街の汚さとか、いろいろあると思う。何ですか、これ。ポン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 出てくる。え、そうだよね、でもね。あ、そうそうそう。心も汚いしね、汚れてくしね、だんだん。俺らも長いっすもんね、髪の毛が。もう、そうですね。店内とかも、これ空気清浄機みたいな。ここぐらいあるけど、汚いです。吸い切れてないし。歌舞伎、長いね、レンさんと。で、一番、まあ、歌舞伎歴短い翔ちゃんとかは、なんか歌舞伎町の。営業終わり、多分結構お酒弱いから酔ってること多いんですけど、街中にストロングとかって多いじゃないですか。あー、ストローさしてね。あれが、そう、あれがめちゃくちゃ見ると、味を連想して気持ち悪くなる。あー、ね、ちなみに今酔ってる？今酔ってます。え、すごい。営業終わりだよ、まだ。ちなみに営業って今、多分撮影前に飲んでした？今日気合い入れるために。何飲んだ？一本すきやすい。ストロング飲んだ。めちゃくちゃ飲んじゃって、その日にもう配信になりましたね。一番配信した男とですね。そうですね。いや、やっぱでもね、ほら、これは言いづらいことかもしれんけど、やっぱね、お店に対する不満みたいなね。まあ、あると思うよ。あると思うよね。いやね、ミラクルね。どう？あるでしょ？やっぱ、そっちが一番いいよ。一番いい。一番いい不満でしょ。いや、不満っていうのはまあ、みんなあると思うけど、やっぱ、ここでもうボンって言っちゃいなよ。昔あったじゃん、お店のルール。お店のルール。ああ、ハット禁止。そういうの、配信だったなら、全員 OK にしてほしいな。ああ、ハット着たいじゃん。着用してって言ってた。着用して。ああ。じゃあ、今、じゃあ、いいよ。僕ちゃんと10月にナンバー取るんで、ハットお願いします。10月？はい。始まるよ。始まるよ。始まるよ。こういう縛りはもうないですね、今は。じゃあ、ハット。嫌いだったお客さんが来ちゃう。どういうお客さん。お客さんは横浜でやってたんですか。某店のお客様が
まあ、カムのお客さんで、新人として作ったんですよ。喋れなかったのに、急にジブリでこう投げてくるような。ジブリで投げるの？投げるの。投げる気持ちはわからなくはない。でも、見なくなるから。山田君、なんか、ある、なんか嫌いなことを思ってきた。え、俺もう、実際に会話できないですよ。じゃあ、山田君は会話できるってこと？え、うん。おらー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 できないやつはダメなの。ダメなの？あ、もう、無理だな。マジで？会話させなかったヤマトも悪いよ。いや、MC 怖いぞ。MC 怖いぞ。会話できないでいますよね、でも。え、マジで会話できないの？本当にムカつくんだよ、あれ。歌舞伎町のまあ嫌いとことか、まあ、お客様の焼けないとことか、まあ、聞いたけど、まあ、俺もなんかそれはあるよ、そりゃ。まあ、昨日までほら、好き好きみたいなね、好きって言ってね、言ってたのにね、次の日にはもうね、違うホスト歩いてましたとか、やっぱそういうの見ちゃうと、やっぱね、俺も、マジか、みたいな。前はこう、おいって言うんですよ。何やねんな、みたいな。はい、何この話。いや、なんか、何や、落ちが。まあ、落ち来たとこで。まあ、でもこれ一番俺あるなと思って、こうなんか最初見てもらった時に、おなんかお酒でのね、お店での失敗談みたいな。お酒です。はい。結構酒さんうなずいてるから。これはでも一番俺多いなと思って。確かにね、ちょっとまあバッグごとなくするとか。今まで3ヶ月の期間で最高くなくしてる。タクシーの中にいるのにもう全然ないとか、なんで乗ったのかなくらいの思った記憶はあるけど、タクシーの中にいて、さっきバッグ持ってなかったですよみたいな。なくなってから多分もう1台のタクシーに乗ったっぽいですね。やばタクシーのお兄ちゃんに取られてた。黒のお迎えしてくださいもしっかりとかもらったからもう、すっきりはしないあ、すっきりはしないあ、悪い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 全然すっきりはしないすっきりはしないすっきりですかね、マジえ、漏らさんみんな全然漏らさないみたいな、漏らさないみたいな、めっちゃ俺漏らしたやつみたいになるやん一回だけありますねどこでやっちゃったのおしっこ漏らしたおしっこした時になんか、頑張りすぎてえ、なにすごいよ、知らないよ見込みすぎてあら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 あやっちゃって草葉で一生懸命なんか拭いたんですよティッシュでその時に審査に言われてから正直にあちょっとやってさっきやっちゃいましたっつったらすごい拡散されましたありがとうございます立ってしょおしっこしたの立ってあっつってえ声入れてたと思うんですよもう酔いすぎて洋式で立ってやるのマジやめろ本当に本当に面白い話がたくさん聞けましたね。ここから彼らのトークもさらにヒートアップしていきます。ミラクルさんのハッシュタグあれ本当に俺嫌いでセックスですか7回平均できるんです平均平均ってことは多分に15みたいなあ全然10回ええー